セッション4の最初の講演は独立行政法人医薬基盤研究所基盤研究の山田先生です。土地コゲノムプロジェクトで構築したデータベースとその応用というタイトルでご講演いただきます。山田先生は厚生労働省の第2期の土地コゲノムプロジェクトにおいてサブリーダーをされていらっしゃいます。土地コゲノミクスのデータはコンソーシアム参加企業以外からも熱い視線を受けていらっしゃいます。本日は具体的にコンソーシアムの中でどのように利用されてどのような成果が出ているか大変興味深いお話を聞かせていただければと思います。では山田先生お願いします。ご紹介いただきましてありがとうございます。医薬基盤研究所の山田です。本日はデータベースを使うというセッションで話をさせていただくことになるんですけども、実はスライドの方は、データベースを作るというところの方に入れておいてちょっと作ってみてしまいますので、ちょっと趣旨とちょっと崩れるところがありますけども、ご参考いただきたいと思います。本日の話の流れですけれども、まずはここにお集まりの先生があったら、医薬品開発とか、安全性、その他の安全性強化に携わっていらっしゃる先生が少ないと思いますので、まずこの土地とゲノミクス研究というのはどうして求められているのかという、この背景から簡単に説明させていただこうと思います。そして、私たち今、第2期のプロジェクトになりますけれども、第1期で構築いたしました、データベースの中身について、この辺を中心に話を進めさせていただこうと思います。最後、余りました時間を使いまして、実際第2期におきまして、このデータベースを活用するどんなことをしているのかというところの話を、その中でもバイオマーカー観察というところに、フォーカスをしてお話をさせていただこうと思います。医薬品開発の置かれている現状を簡単にコロナホルモンズでお話をさせていただこうと思います。まずこの左上にある図なんですけれども、これはアメリカのデータになりますけれども、ファーマ会員企業の研究開発の年間数を示しております。1980年から2005年のデータが示してありますけれども、見ていただいた通りに年々その開発費というのが、増加していくという傾向が見て取れるかと思います。95年に比べて、2005年10年間で約 2.5 倍ほど、増えております。この、増えている要因は何かというところで、例えば開発作業率が非常に多くなったとかいろんな要因が考えられますけれども、左下の図がこれが医薬品1品目を開発する上でかかる費用の平均値を示しております。FDA が出しているデータですけれども、1995年から2000年、2000年から2002年平均値で見てみましても、約 1.5 倍、この短い時間で 1.5 倍ぐらい医薬品1品目にかかる開発費が増加しているという、そういった傾向が見てられます。一方、じゃあ、それに伴って増資していく医薬品の単位が増えているかというと、年によって変動はありますけれども、それほど極端に増えていないというようなことが分かります。ということから、これらのデータからまず一つ言えることは、医薬品を一つ開発する上で非常に大きな負担がかかるようになってきて、それが引いては、個々の企業、研究開発型の企業が、それだけの投資をしないと、一つの開発ができないという、非常に厳しい状況になってきているということが分かるかというふうに思います。一方で、右下の図に、先発品から後発品へというみたいなデータを、X ブロッカーで示させていただいておりますけれども、パテントが切れると同時に、速やかに後発品が出てくるというところで、短い期間で投資した、研究開発に投資した費用を、取り返せないといけない、これは二重の非常に厳しい状況に置かれているということが分かるかというふうに思います。で、そういった中で、医薬品開発にどういうことが求められるかということを、
本日お話をさせていただこうと思います。これもアメリカのデータになりますけれども、5000から1万の化合物を推入して最終的に1つの医薬品が防止できる、そういったような確率になっております。研究期間は約10年から12年かかるというふうになっております。ということで、今同じことをしていると同じような負担を抱えていかないといけないので、この課題をどう克服していたかというところに行き着くんですけれども、まずはいかにしてこの研究期間を短くしてやるか、開発期間を短縮してやる、少しでも、パテントが切れるまでの間の時間を、上司からパテントが切れる間の時間を少しでも長くとろく、こういった必要で取り組むことになります。もう一つは、5000から1万のうちに1つという成功確率ですけれども、これは1つでも2つでも上げるような、質の高い医薬品の開発を早い段階からできるような、そんな感じを作らなきゃいけないと。もう一つは、ここにフェーズ1からフェーズ2とフェーズが上がるごとにかかる費用をここに示してありますけれども、進めば進むほど、後になった段階で開発が止まるとそれだけ大きなマイナスロールになりますので、そういった意味では、早い検出において、5の5の正しい指針ができるような、そんなようなデータを収集する必要があるだろうと、そういったニーズが出てきております。これらを、まとめて、医薬品開発の新しい戦略を構築に立てようというのが今、流れになっているかというふうに理解しております。そういった中で、それでは医薬品開発がどういった理由で、中心になるかというのを一つまとめたのがこの図になります。左からクリニカの動物試験の毒性で中心になったもの、あと人臨床の試験に入って作用が認められて止まった、中心になったのと、あとは薬物状態、エフィカシー、製剤化、コスト、あとは市場性等の要因で止まったという、そういったデータが並んでいます。見ていただきましたと、いろんな要因がありますけれども、その中でもやはり毒性に関わるところが問題で、開発が中心になっているのが、とても大きな例を占めているというところが見ていただけるかというふうに思います。動物試験を実際、人に入る前に実施するわけですけれども、動物試験から人の副作用がどれほど予測できるのかというところの、現状を示したのがこのグラフになります。左から、大動物の代表である犬、あと猿、小動物の代表であるラットのデータが並んでおります。あとマウス、モルモットのデータがありますけれども、水色で示したのが、大体人の作用が予測できたと、あとは残念ながら予測できなかったというデータになります。小動物であるラットでは、大体半々ぐらいの確率で予測できたという、そういったデータになっております。大動物になりますと、ラットよりは予測性が高いというデータになっておりますけれども、残念ながら、これにありますように予測できなかったというデータも示されておりますので、このあたりをしっかり改善していく必要があるというようなところが認識されているところであります。というところで、これまでのフラグシモの方法ではやはり限界がありますので、そういった人への代償性をより向上させるためには、新しいサイエンスとか、テクノロジーを導入していく必要があるだろうというところで、いろんな取り組みが始まっております。総括して特殊とかノミクスという、そういった表現をすることもありますけれども、特殊とジェノミクスとか、プロテオミクスとか、メタボロミクスとか、そこにはありませんけれども、イメージング等々、いろんなテクノロジーを導入することによって、より早く、精度の高い予測をしていくと、そういったところの改善に向けての取り組みを行っております。ということで、私たちのプロジェクトは、この中で、特殊とジェノミクスという新しい技術、サイエンスに着目して、研究を進めていくということになります。で、第1期のプロジェクトですけれども、第1期のプロジェクトは2002年から2006年、医薬基盤研究所、国立衛健、あと製薬企業15社、あと17社、終了時から15社になりますけれども、が集まりまして、第1期のプロジェクトが始まって始まりました。この第1期のプロジェクトの一番大きな目的は、大きなデータベースを構築して、あとは予測とかできる解析システムを作ろうというのが大きな目的で活動しております。
第2期では、2007年から2011年の5年で始まっておりますけれども、この第2期で構築しましたデータベースを活用して、しますから、主に安全性に関わるバロマーカーを見つけようという、そういった研究を進めております。あと、いろいろ、遺伝子発現に関わるノウハウとか、あと、施設間バリデーションのデータを収集しておりますので、そういったデータを、リバトリーサイエンスの方に使っていただこうというところで、そういった基盤技術に関わる、そういった取り組みを進めております。からの第1期で作りましたデータベースの話に行かさせていただきますけれども、まず第1期のプロジェクトですけれども、先ほど申し上げましたように2002年、平成14年から5年で、平成18年で進めております。立ち上げは、プロジェクトリーダーとして、当時の国営の所長であります長尾先生が、あと国立政権の国の独創議長がリーダーシップを取られて、とは開始されております。ちなみにプロジェクトリーダーにつきましては、プロジェクト期間の途中で、大野英検副所長の方に変わっております。プロジェクトの本拠地、研究を進める本拠は、当初は、国立英検が行われまして、平成17年より、いわゆる基盤研究所、研究所が立ち上がったというところで、基盤研が責任を持って進めるということで、今から進められております。参加企業は、開始当時17社で行われました、日本を代表する製薬企業が参加していただいております。研究費は、5カ年ですけれども、高齢化研費、補助金として約28億、参加企業から、共同研究費として26億ということで、科研費と共同、企業からの共同研究費、約1対1の割合で出資をしていただいて活動をしております。人員は常駐者として約30人ということで、その中には各企業から出向して研究に携わってくださった方が数多くいます。データベースの、構築しましたデータベースの特徴ですけれども、4つほどここに挙げさせていただきました。いろんなプラットフォームの地区がありますけれども、企業において一般的に用いられておりますアフィリエイトリックスの人事を統一して使うというところでまず話を進めております。危険化合物は、毒性の標準化合物いろいろありますけれども、可能な限り将来医薬品の開発につなげるという意味から、医薬品を中心として作用情報が得られるような、得られているそういった医薬品を選ぶというところでデータベースを構築しております。あとは、容量とか時間的な要因の考察も十分にできるようにというところで、容量を振ったり、時間も数ポイント、サンプリングするか実感にも、数多く、何箇所か取るような形で、試験のデザインを取っております。さらには、原子発電データだけですと、それを裏付ける、あるいは検証するデータがどうしても不足な、必要になってきますので、そういう意味では、例えば動物試験の中では、一般状態から始まって、病理組織を検証する、データを含めて、いろいろなサポートデータも収集するというところで、データベースを構築しております。さらには、将来的には、リトロとリボをブリッジングできるような、あるいは、ラットから一人ブリッジングできるような、いわゆるブリッジングバイオマーカーの研究にも貢献できるデータベースにすべきであるということで、リトロでは、ラット幹細胞、例えば人の幹細胞、加えてラット、リボではラットのデータを集めて、この3つのデータをデータベースの中に収集するという、格納するという作業を行っております。それでは、データベースを構築する上に注目した化合物の種類について紹介させていただきます。ここにありましたように、合計159の、最終的には159の化合物を用いております。先ほど紹介させていただきました通り、その多くは、118発としては118になりますけど、医薬品が使われております。その他、肝障害、重障害を引き起こすことで有名なモデル化合物的なものも組み合わせて使っております。これは含めて159の化合物を使ってデータベースを構築しました。
あと医薬品の薬効別の薬効の中身ですけれども、ここにありますとおり、さまざまな薬効分の医薬品を選択して用いております。その部分をこのように表しましたけれども、見ていただいたとおり、いろいろなさまざまな薬効分から医薬品が選択されて、データベースとして使われております。データベースを構築する上で用いました動物、細胞ですけれども、先ほど申し上げましたように、最終的には人の安全性を担保できるような、そういった、予測可能な、予測するできるような、データを構築していきたいということで、いわゆるブリッジングバイモアカーが、関西でできるような、そんなデータベースにしようというところで、リボではラットを使いまして、リトロではラット初代幹細胞に、あと、これより人の初代幹細胞のデータを収集しております。ちなみにラットを選択した理由ですけれども、ここに示しましたように、製薬企業によって薬品開発で一般的に使われる動物、小動物の動物種がラットであるというところで、ラットを選択しております。最終的にはこれらをデータベース1つに取り込みまして、この3種類のデータが揃っておりますので、今、第2期のプロジェクトにおきましては、このデータを活用しまして、主査のどういうふうな形で出てきているのか、あるいは、利用できるような中で、ブリッジングできるバイオマーカーがないかというような観点から研究を進めているところであります。で、これが最終的には、人の大創生の向上につながる。というところで、こういった研究成果につながらないかということで、こういった研究を進めております。あと、容量とかサンプリング単位ですけれども、1ポイントあるいは1容量ですと、どうしても、本来になきゃいけない変化というのを見過ごす可能性があるということで、容量も数段階とおりますし、サンプリング単位も数ポイントを設定しております。その概念を示すために、簡単な図をここで示させていただいております。例えば薬物を同じタイミングで打っても、遺伝子によっては、発電してくるタイミングが違うということで、そういう意味では変化を捉えるためには数ポイント取らなきゃいけないだろうと。あるいは同じ遺伝子でも変化を与えるにしても化合物によってそのタイミング、おそらく、薬物動態的な要因もその影響するかと思いますけれども、薬物によっては遺伝子が発現してくるタイミングも変わってくるだろうということで、これらを含めて、サンプリングポイントは当然のことながら数ポイント設定する必要があるということで、何点か取っております。実際には理論試験では単回投与、半回投与、2つの試験形を組んでおりますけれども、単回投与では投与を3時間目、6時間目、9時間目、そして24時間目で3ポイントしております。反復投与では投与後4日目、8日目、15日目、26日目のデータを収集しております。有料段階は両替対象決めて4段階設定しております。リトロ試験の方も暴露後2時間目、8時間目、22時間目で3ポイントして容量も数段階、こういった試験デザイン、同じ試験デザインを設定して、約150の化合物についてデータを収集化しております。実際、こういった形で、定時的にサンプリングすることで何が見えるかということで、一つ例を挙げさせていただくこうかと思って、この図を準備してまいりました。いわゆるサーカディアン的な変化が一つ加えられます。単回投与、反復投与のデータを示しております。こちらに、化合物を、30数個並べております。横の、軸は、投与後3時間目、6時間目、9時間目、24時間目。時間で言いますと、大体12時、3時、6時、翌日の9時という形になります。サンプルはちなみに、薬物を投与したものではなくて、いわゆる溶媒だけを投与したコントロール群のデータになります。見ていただいてお分かりの通りに、この遺伝子に関しては、どの化合物のコントロールデータにおきましても、大体夕方にかけて非常に発現が高まるという、いわゆるサーカディアンの変化が
確認されております。ちなみに半期頃の午前中のデータを並べてみると、まあ、ちょっと変化できていないという、まあ、こういった結果になっております。同じようにこの遺伝子につきましては逆に夕方に下がって、まあ、昼に夜中から昼にかけて遺伝子に活用が高まっているということで、これもいわゆる体外的な変化が加えられているということで、まあ、網羅的にいろんな解析をしていく上で、その、まあ、解釈を誤る一つの要因として、サーバリアン的なものもあったと思いますけれども、そういった定期的なデータを取ることによって、そういった、解釈の間違いというものを、今からで解析する、そういったデータになっているだろうというふうに思っております。あと、収入の変化も一つ加えられています。この遺伝子につきましては、でも、同じように気を入れることによって上がっていくということで、これは心霊によって変化する時の遺伝子であるということで、これも誤って解釈をしないということで、捉えられる遺伝子かというふうに思います。あと、SOP も、あるいは、というものが、標準化して試験を進めております。試験結果と、サンプル再現に関わる手法、あるいは、チップに関わる、チップの、あと統一するという、あとは遺伝子データを視聴に変わったから異常に変化、あとはレフィッデータを本当に信頼するのあるデータとしているよう伝えているかというところの運動管理もしっかり行っております。あと、まあ、現在実施しております研究と非常にやりだしている実験なんですけども、遺伝子発現の、変化を解釈する上でこういったサポートデータをしっかりと考えますデータを取得しまして、データベースの方に確認しております。体重血液病検査、血液化学検査、病気症検査等のデータベースに確認しております。最終的には約150の化合物、2万4000匹の動物を使って、原因組織方法は 4万8000という非常に膨大なデータを搭載したデータベースを構築することができました。でこれらの内容につきましては、例えばどういう化合物を使うかというところは、このホームページの方に関係の方のホームページに公開しておりますので、そちらの方をご興味があったら見ていただければというふうに思っております。でデータベース構築だけでは、各企業に落とし込んだときになかなか使いづらいというところがありますので、最終的には若干のシステムを構築しております。データベースを中心にしてそれらを解析する、解析できる、機能、あるいは若干の、検索できる機能、そういったものをまとめて PGB と我々は呼んでおりますけれども、システムを構築して参加企業と経営権に配布して今活用していただいているところです。で第2期のプロジェクトにおきましては、この、データベースを活用して行いますようにリーダーを経営権に配布して、サブリーダー、あるいは報道課長の研究代表者として、同志社同志社の先生に担当していただきまして、第2期のプロジェクトを、企業13社で集まって進めているところです。時間がありませんので申し訳ありません。ちょっと飛ばしますけれども、ダークマーカーを観察する上では PGP で原理的に4つのカテゴリーでダークマーカーを研究して研究を進めております。バイオマーカー4というのは、いわゆるインシビトの世界、インフォマティクスで抽出してきたバイオマーカー。バイオマーカー3というのは、何らかの形でエレクトを含めて検証ができて、少なくとも全粒子レベルで使えるというバイオマーカー。21になりますと、この人で使えるというところの担保できるデータが収集できた、そういったマーカーを定義付けておりますけれども、第2期のプロジェクトでは、少なくともこの全臨床で十分使えるといえるマーカーを、2桁の数のマーカーを、探そうかというところで今研究を進めているところであります。で実際、肝毒性、腎毒性といってもいろいろな変なタイプがあって、一言で肝毒性を示すマーカーというのはなかなか見つけることが難しいというのは分かっております。ということで今はいろんなフェノタイプに分類して、そのフェノタイプを示す
こういった合物の遺伝子がどのように変化しているかというところの研究を進めております。で、平成20年度、昨年度ですけれども、キューグマティクスで抽出しているという、まあ、いわゆる我々が呼ぶところのバロマーカー4をここに挙げました。19個抽出することが一応できました。引き続き今年度はこれが本当にウェックの世界で使えるのか、ゼネリションの世界で使えるのか、バーカーになっているのかという検証作業を進めているところであります。本日は時間の関係で、それぞれのデータについては紹介させていただくことができませんけれども、今年度の日本国史プロジェクトは7月の初めにありますので、そこに12年が登録して、これらの研究成果について、若手の企業の研究者が発表いたしますので、ご興味いただけるのであれば、そちらの方にお越しいただいて、議論していただければと思っております。最終的には、我々ので抽出しましたマーカーは、こういった、新しい技術、例えば iPS 細胞とか iS 細胞、こういったものと加わることによって、新しいいろんな医薬品開発に関わるツールが構築できるのではないかというふうに考えております。あるいは、こういった医療界ではなかなか絞り込みができていませんけれども、例えばマーカーパネルというような形で、遺伝子発現のいろいろなセットを落とし込んで、ある化合物がどういうふうに効果があるかを、それぞれのパネルの中で示すかというところの中で、活用することによって、例えば臨床の選択とか、そうすると、医薬品開発の初期段階では使える、そういったデータが、そのとおり現在でも提示できるのではないかというふうに考えております。最後まとめですけれども、第1回の人で大規模なデータベースを構築し、第2期ではそれを活用して、バロマーカー探索を含めて研究活動を進めているところです。今後、これらが将来研究支援地域として科学貢献できることを期待しているところであります。で最後はいろいろな名前を一つずつ書くのが本来の姿なので、あまりに多くの方が関わっていてくださっているので、まあ、最後は私と第1期の土地と文明プロジェクト、あと土地と文明日本プロジェクトに参加していただいている方々に感謝したいと申し上げまして、終わらせていただきます。ありがとうございます。ただいまの山口先生の話に、ご質問あるいはコメントいかがですか。今現在は申し訳ありませんけれども、非常にクローズな状態で活用しております。いわゆる参加に出資してくださっている方だけで活用させていただける環境になっております。ただ、ずっとこれが続くかというとそうではなくて、今予定では来年度以降には、皆様に活用していただけるような形、何らかの形で公開しようというところで、実際に準備を進めているところであります。ですから、近い将来には皆様に活用していただけるような形になっております。もう一点、お伝えしたんですけれども、現在の予定としては、その、例の抽出されたバイオマーカーを、ランデートしていくという。ことが書かれていると思うんですけれども、そういう時の可能性としてマイクロ RNA であるとか、のコーディング RNA であるとか、他のもっと枠を広げていくとか、そういうことがあるかと思うんですが、例えばマイクロ RNA のマイクロ RNA とか、EG だとか、あるいはセキュアとか、新しい技術を使ってこういうデータベースを作るみたいな話をしていただきます。予算の関係、あとリソースの関係があるので、できるくやることはできないんですけれども、まずデータベースを作るかというご質問からすると、作る予定はありません。ただ、例えばマイクロ RNA のデータを収集しないか、
ということをご質問を受ければ、収集する予定がありまして、実際ちょっと取っていて、もう少し広げて取ろうと言っていたと今、思っているところです。実際に今年のアメリカの土地プロジェクトにおきましても、マイクロ RNA とか、あとエピジェネティック的な観点から別性を強化しなければならないということで、多くのセッションが受けられておりますので、まあ、そういう意味でも、まず環境では途中ジェネミックスをしっかりと関係させるかというところはしっかりやりたいと思っていますけれども、それを、ね、担当するようなデータとしてマイクロ RNA とか、あるいはメタボノームのデータも出ていますけれども、そういったものの、いわゆるジェネミックスをいかに活用できるかと、研究成果を活用できるか、一つの手法として、そういった技術をさせていく技術としているというのが、データの出資の提供を出しています。他にいかがでしょうか。はい、目標はハトキリの渡辺です。ありがとうございました。日本でですね、バイオマーカーの支援のプロジェクトっていうのはいろいろあると思うんですけども、こういうその、ターゲットを探索するっていうプロジェクトはあるんですけども、例えばその臨床までですね、一定バリデーションをするっていう支援のプロジェクトがなかなかないと思うんです。せっかくこれ19個見つかったんですけども、このあと臨床も含めてですね、バリデーションしていく必要があると思うんですけども、そのあたりは継続のプロジェクト第3期っていうのは考えられているのか、あるいはアメリカの方を中心としてすでに、肝臓あるいは腎臓の新規のバイオマーカーっていうのは探索、それからバリデーションされていると思うんですが、そのあたりとコラボレーションをするとか、あるいはそのコミュニケーションをどんどんこれからやっていって、自分たちの見つけたものがどうであるかっていうことを検証していくっていうことは考えられているんでしょうか。いわゆる人への伴走をどう接していくのかということかと思いますけれども、まず第2期のプロジェクトの中ではそこまでカバーするリソースに関係もないので、外部の研究の先生、大学の先生方と、いわゆる高度研究で採択され、高度領域で採択されている先生方がいらっしゃいますので、その先生方にお願いをして、我々のマーカーがどれほどのものかというところを、全てとはいかないんですけれども、研究していただけるような、そういったところで進めようかというふうに思っております。実際はおそらく我々ができるのは、先ほど申し上げましたように、全然レベルの新しく込むというところが、期間的にも、残り時間から考えているところとも及ぼうかと思いますけれども、一個、第3期、あるいは名前を変えたかもしれませんけれども、あるかというと、申し上げます。その辺は、本庁の方に来ているのと思います。申し上げます。海外とのそのコミュニケーションっていうのは、実際今はないんですけれども、過去にも例えば NIH とか、の先生方から話ししないかという提案をいただいています。ただ、例えばまだ残念なプロジェクトで具体的に同じテーブルに座っても、我々が発信できる情報がなかったんですから、時期を見ておくところで、時間の意味をいただいているんですけども、次回タイミングが来れば、また改めてその話をしましょうかというところのことは、したことがあります。ただ具体的なスケジュールも含めて、ただ、行政作業の意見交換といたしましては、すごく薬品機構の先生方とは昨年も一度意見交換などを持たさせていただいておりますし、今年も一度、多分夏ごろになるかと思いますけれども、それからレギュラーグリサービスの先生方と意見交換をさせていただくと、それから今予定しておりますので、その中からいわゆる人になっていくためのバイオマーカーとしてはどういう研修データが必要なんだろうかというところの議論をさせていただいて、それを教授との活動の中に繋がらず少しでも取り込んでいきたいというふうに考えております。ありがとうございました。いろいろご質問あるかと思いますが、ちょっと時間を経過して過ぎておりますので、私から一つだけちょっと確認させてください。用いられたラットとかはストレインを複数のストレインを使われているとか、あるいは人の細胞も何種類か使われているというようなことは、つまり、私、そうやっておりますので、主内差というか、母体差というのを、週末は SD に統一して、週例の6週例で、これに7週例で、週末に統一して、分化までは
いくつかの CRO を使って実際で支援していますので、もちろん、一つのようなちょっと気がかかしていないんですけど、逆に市内の差っていうのはあまり分からない。それよりは、他の要因での変動の方が大きくて、それではどうもありがとうございました。